いやあ、さすがケイスケだよ。皆さん、新年明けましておめでとうございます。2023年も俺、さすがケイスケの VTuber 活動を皆さん、よろしくお願いします。皆さん、新年といえば何でしょうか。そう、福袋です。今回はですね、こちらにある通りビレッジヴァンガードの福袋開けていきたいと思います。ビレッジヴァンガードの福袋、実は切なきゅうすけ、去年もこのビレッジヴァンガードの福袋を買いましたで、俺去年も開封動画をね、撮ろうと思っておりました。しかしボツにしたんです。なぜかって、割としょうもないもんばっか出てきたからですいや、ビレッジヴァンガードさ、よく商品とかに貼り紙とか手書きの貼り紙とか貼ってあるけどさ、割とビレッジヴァンガードのお店側もさ、もう開きなっとんかさ、年末最初の無駄遣いよみたいな感じのことを買い取ったりするときあるからねもうなんか中身がもう変なもん当たって上等みたいな感じに店側も思っとるって証拠ですからね。というわけで、こちら福袋、このサイズのものはだいたい3240円、3240円で買いました。結構パッケージがでかいよな、これ。中何が入っとんだろう。開けていきたいと思います。横向けました。こっちから一つずつ商品取り出していくっていう形でよろしくお願いします。まず一つ目、なんかビニールになんか布クッション状のものが手に触るんですけど、これ、え、何これ。これはクッションかな。A5 ランクのクッションで入った。ちょっと封から開けてみますよ、これ。焼肉ライスビレッジヴァンガード通貨一人焼肉これ枕か、これ枕やな、これ。それは枕って基本さ、一人用だろお前。悪いな、伸びて。この枕は三人用なんだ。てか、そんな枕見たことある？ないでしょ。これ枕をさ、こんな英語のニックにする意味。だいたいこんなんさ、ビレッジヴァンガードに普段から並んどったっけ、こんな商品。なんで枕とニックを掛け合わせようと思ったんや。何のセンスなの。次行きます。あら、やばい、待って、今のニックがどいただけでえらいスペースすかすかにあったんやけど。この大きい袋の中、さっきの枕がほとんど割合占めとったんじゃん、これ。またなんか布系の手触り出てきたよ。はい。またお前か。今度は何やねん、これ。今度は何なん、これ。これ、あ、なんこれ、なんか、まあ、長いな。というわけで、まあ、タオルですね、とりあえず。なんで2つ続けて肉の商品出てきたん。え、何この福袋。え、俺、ビレッジヴァンガードの福袋と間違えて、叙々苑の福袋を買った。次行きます。ちょっと小さい商品が多い。あれ、待てよ、小さい商品っていうか。はい。え、だから待って、これしかない。待って、この焼肉ライスシリーズばっかなんじゃん、これ。いくら焼肉好きな人でもこんなんいるん。ただちょっと焼肉食べたいって文字入れとるだけでないか。待って、商品まだある、これ。あ、あるわ。ある。え、ちょっと大きめの箱がある。なんか手触りからしたらあと2つですね。なんか大きいカラカラ缶のような音がするんと、なんかちょっとこれまた柔らかい、ちょっとスポンジみたいなもんが入っとる。さっきスポンジ出してみますね。はい。あーあーあーあああ割と普通なスポンジ出てきた。ワンちゃん100均に売ってそうなやつ出てきたよ。てか、なんでちょっと破れとんなだお前。なんでちょっと破れとんなだお前。あ、破れた。使い物になりないな。
福袋入れちゃおうみたいな。やめて、それはちょっと良くない。中古商品じゃこれ。中古品扱いになって転売ヤーが嫌がるやつ。おそらく 手触りからしてラストっぽい缶の箱だけですね。いきます。よいしょ。まっ、いやでもこれはさ、需要はあると思うよ。これ結構ええんちゃん。でもまた焼肉ライスってかと思ったけど、冷静に考えればこれ割と使えるんちゃん。ちょっとサイズ的に一人用、一人焼肉するにはちょうどいい感じ。あ、これはまあ当たりだと思うわ、比較的。これここに上下で焼けるって書いてるしさ、これ上と下で別のもん焼けるんじゃ。これ結構便利なんちゃうん。欲しい人には欲しいんちゃうん。まあ俺はいらんけど。というわけで以上、ジョジョ園の服。というわけで以上、ブレッジヴァンガードの福袋でした。なんでこんなに、なんでこんなに焼肉をしてくるん。いや、もう大体の人が焼肉好きやで。なかなか焼肉嫌いって人なかなかおらんと思うで。でもさ、3000円でここまでセットにせんでもええやん。この焼肉のさ、プレートはわかるけどさ、で焼肉関連でなんでさ、枕とタオルな。もうちょい焼肉に近いもんにしてほしかったんやけど、せめて。これで焼肉食べてください。食べ終わった後、これを掃除するのにこれ使ってくださいって、なんか地なし生まれとんよ。なんか妙に地なしが生まれとんよ。よかった。でも今回はちゃんとオチがついとるような感じがして。よかった。ああ。来年も買うか。